埼玉スタジアム2002です。浦レッズがこのまんま行って、そしてその最終節、あるいはそれを待たずして優勝なるかどうか、まあ、一つ一つが非常に大事なゲームになります。今日が32節です。浦レッズそしてヴァンフォーレ甲府の一戦です。毎試合なんとなく緊張感は伝わってきます。さあ、そういった中で今日の解説はおなじみ浦レッズの OB 福永靖さん、リポーター田島陽子、実況上野明でお伝えしてまいります。福永さん、はい、我々が緊張してもしょうがないんですが、なんかそういう雰囲気になってきますよね。だいぶね、本当に大詰めという感じになってきましたね。あと残り今日含めて3、はい、まあ、もちろん3連勝で OK なんですが、はい、ただ何が起こるかやっぱりわからない。本当ですね、昨年の例もありますからね、はい、まずこの試合でね、うん、しっきりと勝って、いい状態で次につなげたいですね。そうですよね。今軽くその選手も、まあ、アップをしてるんですが、これどんな表情に映りますか。いやー、いい緊張感があるんじゃないですかね。そうですか。この緊張感の中で戦える選手は本当に幸せだと思いますね。まあ、とにかく今3チームがそういう権利あるかなということですからね、はい、この後大いにこう期待をしたいと思うんですが、今日の32節は浦和レッズとそしてヴァンフォーレ甲府の一戦です。この真っ赤な色が後押しをしてくれます。浦和レッズ、本当にこう毎試合毎試合たくさんのサポートの中なんですが、まあ、もちろんこのお互いの気持ちは一つしかありません。この J1 リーグ、この2006シーズンを制すること、まあ、現在トップをいきます浦和レッズです。福永さん、このチャンピオン、本当にカンピオーネ、これしかないんですよね。もう悲願ですよね、サポーターの気持ちが伝わってきますよね。昨シーズンはあの新潟戦最終節、最後の一瞬にトップに立った時間もあったんです、うん、でもなんか最終的にはガンバが取ったということで、はい、だから最後の最後でやっぱり気を緩めてはいけないということですよね。そうですね、まあ、昨シーズンを考えると、はい、スタート出しでまず失敗したじゃないですか、そして上位のチームにやはり白星を挙げられなかったというところで、はい、まあ、最終的に2位になりましたけど、やはりそれで優勝してもという、ね、空気もあったので、まあ、今年はそれに比べるともう全然違いますからね、うん、そうですよね。さあ、マスクの浦和レッズのメンバーからご紹介をしていきたいと思います。さあ、そのフォーメーションの図を使ってということになりますが、キーパー山岸です。そして内立てトゥーリオ、ネレがこの3バックを組みます。ボランチが鈴木啓太、そして長谷部、右に平川、左がアレックス、そしてこのシャドウ気味に山田ポンテを配してワントップのワシントンです。現在22点はマグノアウベスと並んでの今得点王です。まあ、いつもの顔ではあるんですが、はい、堀の内側が怪我をしてしまったんだね。ちょっとね、長くかかりそうだということ で、まあ、残念ですけどね、まあ、他の選手もね、はい、もちろんしっかりと、うん、この穴を埋めるというよりは、もう遜色ない力を持ってますから、はい、前回のこの甲府戦はこのアレックスの1ゴールという、これが同点ゴール、結果は引き分けということでしたが、まあ、あの時ともちろん違いますしね、はい、でモチベーションという意味ではやっぱりこのレッズの今のモチベーションは非常に高いものがあります、はい、絶対に負けられない。そしてホームですから、うん、やはりアウェーはね、勢いに押された部分もありましたから、うん、まあ、このホームできっちりと、まあ、引き分けなんですが、はい、その借りを返すというところで勝ち点3を奪えればいいですね。今今シーズンだけはこのホームでは13勝2分け負けがありません。41の勝ち点持ってるんですね、ホームだけで。いや、本当にそういう意味ではね、もうホームと言えるのはこの浦和だけと言ってもいいんじゃないですか、ね、ホームの41の勝ち点は実は今甲府がトータル41なんです、並びなんですよね。なるほど、グランドにおたけびを上げています。伝わってきますね。いや、このね、一戦の重要さっていうのが、はい、スタジアム全体からもうこの放送席まで伝わってきますね。テレタマグランドの皆さんもおそらくこの画面を通して、はい、なんか自分が今スタジアムにいるような、うん、なんかそんな雰囲気になるような、本当に、ね、ドキドキしてきますね、これね、テレビの前で盛り上がってほしいですね、はい、さあ、一方の甲府です。メンバーご紹介しましょう。阿部がキーパーです。山本、荒井、秋元、井上のフォーバックです。で鶴見、そして右にこの藤田がいます。で市原、左サイドでバレー、山崎がこのシャドウ気味、ワントップ、重原といっても、これあくまでもフォーメーションですが、こう書いてますが、はい、ゲームの中では随分変わってくるはずです。特に前線はね、リード的に動いてくるでしょうね、はい、
まあ、気になってくるのはやはりバレー、うん、バレーをどのように止めるか、これが重要ですね。このバレーをワントップに置くことでマークが厳しくなってバレーが動きがやっぱり止まってしまうという、はい、したがって横に出して多少変えてるわけですよね、そういう狙いは当然あるでしょう、ねえ。ただまあ今甲府もですね、勝ち点41は実は千葉、名古屋でこの甲府というこの4つが41なんです、3つが41なんですよね、はい、だから新潟42を足してもこの4チームでまだまだこう順位が変動してくるわけですからね、残留は果たしましたけど、うん、まあ、次の目標としては一つでも順位を上げる、当然そういうふうに考えてくるでしょうからね。そうでしょうね。いや、初めてのこの J1 でやっぱりしっかり力を出しています。さあ、そしてやはりこのレッズ、ガンバ、フロンターレというこの3チームのその、まあ、優勝争いという、これがまあ非常に興味があるわけなんですが、さあその辺の今数字ですよね。レッズが65の勝ち点で、ガンバが62、フロンターレ61です。ですからこの3位までが4しかないわけですから、あと残り3試合を考えてもまだまだ何が起こるかわからない。でそうなるとこの勝ち点並ぶと得失点差、まあ、これも今ガンバとは3しかないわけですね、はい、で遅れているのはフロンターレなんですが、ただこれもし並ぶようなことになれば今度は得点差、総得点、これ今フロンターレトップなんですよね。そうですね、まあ、やはり、うん、追ってる方がね、気持ちとしては、うん、どんどん積極的な部分が、ね、出てきますからね、まあ、今のうちにこの試合で勝たせたら最高ですね。ただこの中でゲームができるこの幸せ感、本当にね、十分に味わってほしいですし、まあ、そのためにはやはり味わいつつ勝たなければいけないというこのレッズのゲームになります。浦和レッズ、そしてヴァンフォーレ甲府、今日が第32節です。さあ、まもなく選手が入場してまいります。埼玉スタジアム2002はご覧のように白、赤、黒、この3色がこのスタジアムを彩っています。浦和レッズ、そしてヴァンフォーレ甲府の一戦です。第32節、今日を含めて残りあと3試合です。トップのレッズがそのまんまゴールイン、そのゴールのテープを切ることができるか。クーリーを打ち立て山田、アレックスの顔が見えます。まあ、一方はこの重原も好調です。ヴァンフォーレ甲府、もちろんレッズも各選手、この甲府の選手を、まあ、それぞれチェックしていかなければいけません。解説は福永靖さん、リポーター立場陽子、実況上野明でお伝えしてまいりますが、今レッズの選手が円陣を組んで、そしてこれから各ポジションに散っていきます。さあ、今日のこのゲームなんですが、レフリーご紹介しましょう。レフリーは岡田さんです。そして副審には安治さんと平野さん、第4審が白川さんです。残りあと3です。トップのレッズ、2位のガンバ、3位のフロンターレ、まあ、この両チームの情報も、まあ、その得点の経過があれば皆さんにはお伝えしていこうと思っています。ワシントン22点は今ガンバのマグアウベスと並んでいます。さあ、これから前半の45分がスタートを切ります。ギド・ブッフアウト監督、その J1 という大きなタイトルを手にすることができるかどうかという、あと残り3試合、藤田がいます、重原がいます。ヴァンフォーレ甲府の白と黒です。もちろんこの緊張感、なんとも言えないその緊張感があるんですが、このスタジアム、ヴァンフォーレ甲府のキックオフ、前半の45分が今スタートを切りました。さあ、重原からボールが右サイドへ出ていきます。山本から中に入った、そして7番の石原がいますが、17番の津波、そして石原、まあ、7番、この辺の動きの人注目になりますが、今石原が行きました。さあ、そしてワシントンがボールを取りますが、ここもボールをキープされます。そして鶴見が行きます。鶴見からボールが上がった、ここはレッズです。クーリオが行きます。ここをプレスをかけますが、さあ、このレッズ、そして甲府ですが、ボールをまたカットして左サイド展開です。ここに16番バレーがいます。左サイドに入っています。さあ、福永さん、はい、見どころと言いましょうか。もちろん多々あると思うんですが、はい、まずはあるワシントンとバレーのこのチームで、ね、一番得点を挙げている選手、どのように得点に絡んでくれるかと、いうことが一つですね。そしてこのまだ開始間もないですけども、甲府が長いボールを、ね、少し対応しているような感じがあるので、ディフェンスラインの裏を狙ってくると思うので、ね、その辺を裏としては十分警戒しないといけないですね。まあ、この両チームはその7月の29日は第16節、その
ゲームを行っているんですが、この時は1対1の同点、あの甲府が先制したんですね、はい、でアレックスが同点ゴールというそのまんまゲームを終わっての 1-1 だったんですね。非常にアグレッシブなゲームを、ね、してくるチームなので、はい、鶴見からボールが出ていきますが、ここはバネーガシュートだ。ああいうところも、ね、躊躇なく打ってきますね、はい、山口が取りました。バネーは今シーズン14点を取っています。勢いに抑えるような展開、はい、受け身になってしまうと、ちょっと裏としても、ね、難しいゲームになってしまうので、しっかりと、ね、あの中盤での積極的なプレスから速い攻撃というものにつなげてほしいですね、はい、バレーも今足ですが、やっぱり190という高さがありますからね、はい、強さもありますし、はい、テクニックも、ね、あの意外にあるんですよ、ね、スピードもあるので柔軟な展開ですね。ワシントン前を取りますが、ここはライリーが打っています。そしてファールはワシントンがファールをもらった格好で下がってレッツのピークになります。ここはいきなりいい位置ですね。いい場所ですね、そのワシントン、ご覧のようにもう重戦車のようにドスンドスンいったんですが、その後のアライブのファールになりました。ワシントンに対してはどのチームもそうなんですけどね、はい、徹底したマークが来ますからね、ワシントンの周りをどのようにうまく飛び出せるか、はい、これも一つ見どころですね。トゥーリオ、ポンテ、アレックス、山田、さあこれは今アレックス、トゥーリオが入っていきますが、金足の中で今入っていきました。どういう形を取るか、トゥーリオに合わせるのか、あるいはもちろんワシントンがいますが、ポンテの右足チョクも狙いますが、ポンテ、おっとアレックスは空振りか。そしてトゥーリオが追っていきます。トゥーリオ、アライリオがいます。アライリオがボールを取るか、そしてスイケイタ行きました。ボールを挟んで取った、さあケイタが上げていく、どうだ、クルス入ってアレックスの頭を置いて取ってのシュート、こぼれている、進めていきますが、ボールが出て、これはどうだ、うん、コーナーキックになります。いいプレーですね、アレックス空振りですね、ちょっと力入りましたね、ここは今のプレーです。これスイケイタからいいボールが行きました。でこれはもちろんアレックスは狙ってるヘッドなんですけどね、はい、サイファーで狙っています。さあそしてコーナーキックはアレックスとポンテがいますが、さあポンテの右足です。ゴールにボールは近づいてきますが、ゆっくり今入ってきますが、ハスルも入った。さあそしてどこだ、シュートはワシントン、ワシントンの頭なんですが、クロスバーを越えました。大きな声で悔しがります。気合入ってますよ。フランクさん、今の一連の流れどうですか。いやこれね、これフリーですね、ここでね話して高いというより、やはりこのワシントンの強さをね、はい、感じますね、まあ、セットプレーから続けての、まあ、チャンスだったわけですけどね、井戸監督、はい、セットプレーが鍵を握るかもしれませんよね、さあここは平川行きます。山田も動いたんですが、その平川から今2人で挟んでボールを取ろうという、そしてボールを挟んで取りました。5番の井戸がサイドバック、さあここはバレーが行きますが、通常です。一つ甲府の特徴としては、この囲い込んでのディフェンスですからね、はい、そして今、一瞬に一人倒れていますが、石原でしょうか。さあレッズのメンバーをご紹介しましょう。この間にさあそのレッズなんですが、キーパー山岸、内田邸、トゥーリオ、ネネの3バックです。平川右、スイケータ、ハスメのボランチ、そしてアレックスが左サイドで、山田が入ります。山田、ポンテのマッシャドウ、そしてワシントンのワントップです。右のこのカード、これがイエローカード、隕石、今アレックスが3枚なんですよね。あと、ね、この試合含めて3つですからね。これがだからどこでもらってどのゲームはダメになるかちょっと気になるんです。もちろんもらわないにこしてないですけどね。そうですね、機械は続き、細貝、相馬、小野伸二、長井、田中、そして岡野が入っています。さあここは井上スローインでボールを入れました。甲府井上出す、さあここはクリアボール、ポンテです。鶴見が追ってきました。鶴見から一旦下げます。ここはアライリです。アライリ、そしてこのボールですよね、でネネが行きますから、はい、山本が行きましたです、ね、はい、このように対応しているのであればもう問題ないでしょう、はい、ただこれもやっぱり山本が行っちゃうんですよね。これ一応フォーバックになってるんですが、はい、かなりこう高い位置を保っています。本当に甲府の良さっていうのはね、その形にとらわれない、はい、積極的にね飛び出す姿勢ですから、逆にそれが一番怖いんですよ、ね、ありますね。特にあの右サイド入っていますが、藤田はゲームを作る選手ですし、どこでもできますから。ワシントンも行きますが、ここからブラザーアライル、アライル、そして前線にフィードされて、こっちはそのアタックになります。さあここでスローイン、この後にその甲府のメンバーをご紹介したいと思います。ポンテ、ポンテ、そしてここはボールをカットした甲府、もう一回ポンテ、
そしてネネ、それからトゥーリオ、前線出すがここはサイドフラッグです。そのまんま行ってますか、今フェーですね、はい、というオーサイドになりました。さあその甲府のメンバーご紹介しましょう。後にしましょうか、はい、ここはボールが行きますが、さあそして藤田、この人も移動でやってきますからね、ポジションチェンジをね、非常に頻繁にするので、はい、しっかりとコミュニケーションを取って、マークの受け渡しをしないといけないですね、はい、内田がボールを出しました。ただ立ち上がりかなりアグレッシブですよね、豊富の良さ出てますね、さあ重原行きました、重原持っていこうと石原のシュート、こぼれで鶴見が行く、鶴見が右がシュートを狙う、山内の正面でした、危なかったですね、ペナルティエリアね、はい、ライン際ここですよね、これ重原今好調なんですよね、今5点を取っていきます。そして迷わずに石原が打っていって、こぼれてここもフリーになるんですよね、いや山内、はい、ね、正面でしたけどね、キャッチしました、本当ですね、ただやっぱりヒヤッとする場面なんですよね、いや、バイタルエリアでね、はい、フリーであれだけの位置でボールを持たれたら、さすがにいいシュートきますからね、さあここはまたボールを持って攻めていきますが、今だからこれ重原が下がった位置から出すんですよね、はい、ここそうですからね、かなりですから、まあ、ポジションチェンジをしているなという印象です。横のサイド、はい、ポジションチェンジもあるんですけど、前後のポジションチェンジも ね頻繁にやってきそうなんです。あ、ガンバ1点入りました。これいきなりでしょう、早いです、ね、今日3時の一斉開催ですからね、はい、おっとここは啓太行きました、水啓太横に出す山田から今アレックス上がっていきますが、そこに出た、そしてワシントンが中央入っているが、さあそこにボールが上がるかどうか、アレックス、これはコーナーキックになります。ガンバ大阪が今日は1点を先行しました。福岡、これは福岡のホームになります。ガンバも今怪我人が非常に多いんですよね、はい、まあ、その中で前節あたりはもう入江等を含めたもう守備に徹底したというね、うん、1点リードした後、本当にこの大詰めのリーグ戦という、ね、はい、そういうのを感じさせますね、長谷部、おっと足が引っかかってファウルになりました、長谷部のファウルです。そういう切り替えた方がいいですよ、だから勝つためにはもちろんチームの特徴はあるんですが、それを決してまでもやっぱり勝ちにこだわっていくような状況にあるんですよ今ね、もう本当にね、ラストの、まあ、5つぐらいになってくると、はい、もうとにかく結果を出さなきゃいけない状況になってくるんですね。本当そうなんです。スリーゲームです。長いボール、ここはバレーが待っています。バレー、そしてネネが攻めました。ネネも強い。さあツミが持った、そしてフィータのボールができますが、そのままバーカーです。じゃあここで甲府のボールですね、ご紹介しましょうか。阿部がキーパー、山本、荒井、秋元、井上、鶴見、藤田、石原、そして山崎、重原、バレーということですが、まあ、今重原、バレーがそれぞれ3枚ずつになります。控えは鶴田、美樹、そして那須、大西、林、須藤、そしてウルノが入っています。ただ甲府も大木監督のもとやっぱりよく大木泉といいましょうか、進行して本当にあのいいチームになってるんですよね。なりましたよね。昨シーズンもそうだったんですけどね、チームとしてやろうとしていることが非常に伝わってきますね、はい、いやだからシーズン入る前はですね、やっぱりその降格候補の中には実は甲府という名前もあったんです、はい、全くそうじゃなかったんですよね。本当に入れ替え戦で見せた勢い、本当です持ち込んでますよね、そのレースも苦労してますからね、今下の方でもね、もちろん J1 そうですが J2 も大混戦です。かなりタフなゲームになっています。確かにもう10分が過ぎています。まだもちろん0対0で手に入っていません。アレックスが立ち上がりました。さあそしてレッズのスローインから始まります。ですから甲府もとりあえずはバレーがワントップ前にいます。まあ、したがってレッズも今内立てトゥーリューがそのバレーへの対応になっています。さあ中に入った、そして山田がいます。山田からコーレでワシントン、その後ろここは平川行きますがボールが取れません。もう一回平川行きますが挟んで鈴木啓太、鈴木啓太のボランチ効いてるんですよね、効いてますね、幅広いカバーリングはね、はい、レッズの今の最小失点というね、チームを支えてます。本当ですよね。今失点がわずか26しかありません。さあそしてここでね、ここはポイントに入っています。
それから福岡追いつきましたね。3分前田がゴール、ガンバリード。しかし7分に矢部田が同点ゴール、1-1の同点です。福岡も負けられない試合ですからね。本当そうなんですよね。オートマチックに下がってしまうのか、あるいはプレザプレーか、これになりますからね。全然違いますからね。さあ、ファイナルからゆっくりボールを回していきます。前半も今12分が過ぎて、まもなく12分ですが、さあそれではこの、まあ、本当にたくさんのサポーターの中なんですが、呼びかけて聞こえるかどうかちょっと心配ですけど、今日のグランドレベルはリポーター田島陽子リポーターですが、田島さん、はい、なんとか聞こえます。そうですか、はい、まずはここまで比較的穏やかな表情で試合を見ているレッツのブッフバルト監督のコメントです。甲府にはバレーというものすごい能力の高い選手がいるが、彼だけに注意すればいいということではない、右サイドから3、ここからアメリカ領から石から行きました。本来は石からは右サイド選手です。そして藤田、もう1回石から藤田、ここからどうするか。リポート途中なんですが、まだここは甲府のチャンスが続きます。藤田、石原、つなぎます。そして中にようやくボールが入って井上がいる。さあカットして、ここからポンテが行く。さあレッツのチャンスだが、これもかわす。ワシントが前にいますが、さあポンテからどうする。日高行った、その日高にボールが出るのはオフサイドですね。ギリギリでしたけどね、ちょっと早かったですね。日高としてはもう一個前のタイミングで、そうしたらセーフでしたね。やはりあそこまで飛び出してしまうと止まれないですからね。田島さん、はい、はい、ブフバルト監督のコメントなんですが、パスを多くつなぎ2列目からのシュートも打ってくる、チーム自体が非常に伸びてきているし、アウェーでは非常にやりづらい相手だった。しかしレッツの攻撃力を考えれば得点できると思っている。我々はアグレッシブに戦っていくということです、はい、という、その前節名古屋戦も非常にアグレッシブで、もちろんシュートの数も多かったけれども、非常に悔しい思いをしたということで、あの相手が3本の中でこれ一例で負けてるんですが、はい、まあ、今日あたりやっぱり打って、それをやっぱり決定力につなげたい、うん、ただ今ギド監督の話の中でやっぱり甲府の選手とバレーを筆頭にいろんな動きを持ってますから、はい、ちょっと、ね、チームとして読みづらいチームですよね。不気味というか、いや本当そうなんですよね。ですからこの確かにもう今13分過ぎていますが、実はレッツが失点少ないんですが、意外と確かに5失点で多い方なんですよ、レッツからやれば。他要注意で得点が4しかないんですよね、はい、だからこの立ち上げとはまあレッツが非常に大事なんです、まあ、ここはちょっと気をつけたいですね。チューリー、まあね、大した当たりではないんですけど、まあ、ファウルを誘われてしまったかなということですね。これは要注意ですね。藤田が行きました。いいキック持ってますからね。背が高いですよ。ね、狙える、はい、バレーと鶴見、この2人は、ね、気をつけたいですね。鶴見、はい、中にいます。そして宮城来ました。ここからその後ろ、おっと、狙った感じですか。いや、というよりはもうニアで誰か飛び込んでこいというボールでしょうけど、ね、そうするとミスキックということですね、カリンでは。です、ね、まあ、ゴールに向かってくるボールなので、誰かが触らなくても、はい、まあ、ちょっとかすっても、まあ、キーパーにしてはね、山岸にとっては非常に嫌なボールですよね。いや、ジムの岩田次回ではそうだったんですが、何かを持ってる選手というね、非常にテクニックがあってね、トリッキーなこともしてきますからね。さあ、そして田島さん、大木監督ですよね。はい、プロのサッカー選手として埼玉スタジアムの大観衆の前でプレーできることに感謝と敬意を表してプレーをしてほしい。相手のプレーどうこうよりも、とにかく自分たちのサッカーがどれだけ通用するかということで、具体的な戦術に関しては明かしませんでした。というプランさん、具体的な戦術は明かさない。まあ、今までやってきたことをとにかくぶつけようというところですよね。平子が行きます。上野さん、はい、それからですね、今青木監督からは、一気に行くように下げるなという指示が出ています。なるほど。この時間帯今15分回ったところですね。藤田、石原、7番の石原、これをボールを取ろうという、しかし藤田、足は引っかかってない、まあ、引っかかったんですね。スイケーターのファンになりました。これまで青木監督の指示としてはね、はい、ちょっとゲームが落ち着きかけそうなので、はい、自分たちはどんどん前から行くのが持ち味だろうということで、休ませないよね、はい、まあ、そういう指示だと思いますね。確かに相手チームから言ったら、この大きな器の中でたくさんのサポーターの中でやっぱりその感謝と敬意という気持ちも分かりますよね、はいはい、その中でやっぱり自分たちのサッカーできればと、
ね、ある多くの人たちが見てる中でゲームできる幸せっていうのは、本当に選手魅力につきますよ。そうでしょうね。ここはまたファールがありました。コンテ、今日の主審は岡田さんです。48歳。岡田さんも結構厳しく取る方ですよね。そうですね。コンテ、さあここもフリックです。アライユフライについたのですが、そして蹴って、さあここバレーを狙っていきますが、バレー、トゥーリオ、トゥーリオになります。そのままボールは出て、あっとファールになります。トゥーリオは今倒れています。トゥーリオ、まあ、バレーが来るのはね、十分予測していたでしょうから、ね。まあ、そうですね。わお。まあ、ありがちなんですが。ただのトゥーリオにしてもネネにしても決して万全ではないんですよね。やはり、シーズンの終盤になると、どの選手も怪我を抱えながらのプレーになってしまいますね。それとレッドの場合はやっぱり代表選手が多いですからね。まあ、その辺もまあ噛み合わせてなんですが、やっぱりこうハードなスケジュールの中で、まあどっかは確かに痛んでくるというのはありますけど、ただ今はとにかく痛みよりは優勝という目標に向かってプレーができるというこっちの方が痛みを忘れさせるんですよね。もう気持ちで最後はカバーするというところはね、もうしょうがないです。体はどうしてもね、どっかしらこう痛みが抱えるものですからね。J1 を取るまではちょっと痛みがあっても我慢してもらって、ね、それはまあ天皇杯もあるんですが、多少ゆっくりしてほしいという感じになると思うんですが、トゥーリオです。ポンテ、石から戻す、いいチェックでしたけどね、ここからまたバレーを狙っていきますが、トゥーリオにいます。やっぱりバレーに対してはトゥーリオはしっかり行きますね。セッパーのその前のハタッチの方ですね。レベルオフサイドですかね。オフサイドの手段ですね。ワシントンも熱くなりますよね。そしてフィータが一旦キーパーに下げて落ち着こうというプレーになりました。いやーすごい。ギド監督にはかなり大きな声で言ってますが、まあ監督も多少エキサイトなシーンが多くなってきますが、ねね、平川、おっと、どうしますか。今の前のプレーでね、トゥーリオがバレーに競り負けたんですよね、そのセカンドボール、裏へが怖いですね、そして重原、打ち出されています。ギド監督もこの戦況を見ながら時折その不審の方をちらちら見てますが、まだやっぱり違うだろうと今も言ってますね。今も言ってますもんね。ギドに言われたらね、かなりプレッシャー感じると思いますよ。さあ、ここがコーナー来て、そしてあっと危ないか。今ワシントンですね。ワシントンがクリアです。こぼれている。そしてネネ、ネネから山田で逆サイド、ポンテがいるが、そしてワシントンも行きました。山田持っていく、ワシントン、あーっとダメか、取れません。わーっという潮を引いたような、そんなこのスタンドになりましたが、清水フロンターレ、清水が1点先行です。藤本のゴール、17分です。ということは、この埼玉スタジアムはまだ今0対0なんですが、ガンバ1対1、そしてフロンターレ今リードされています。山田とダメか。アイデアはね、非常に良かったですけどね、まあ、強く打ってもキーパーがいる、だから足を浮かしてキーパーの離れたこの遠い位置、しっかりキーパーの位置を見て前でしたもんね、前に出ていたので、少しね、強く当たってしまったという感じですね、山田も今シーズンはね、なかなかこうスタメンというのも定位置だったんですが、意外とこのベンチスタートが多かった、そういっただけで広島戦でしたかね、86分の1点という、これでずいぶん吹っ切れて、その後もうずっと当然ですが、スタメンですからね、変わりましたよね、本当に山田が自分の持てる力を常に 100% 出そうというね、あの試合からこう
とそれが目に見えて分かるようになってきましたね。今この中でレンズの歴史を知っているのはやっぱり山田岡野ですからね、はい、からね、まあ、そういった歴史を知っている選手が、おっと出た、山田いった、バシジのウィル、どうする、山田なんか打てないか、これだ、ポンテ時間かかりましたね。いやワシントン山田が今という、ただそのワシントンが山田に向かってですね、こうやって俺になんでくれないんだということなんですが、まあ、選択肢はたくさんありました。最後はね、またこう出ましたけど、まあ、フォワードはやっぱり言いますよね、これんとこだというね。ただ山田はもちろんその中で一番いい選択肢だったんですが、飛ぶ、決まらない、キーパー阿部が取りましたか。そして危ない、バレ、重原もいる、バレが行く、そして今追いつきましたか、アレックスが行きました、重原、藤田が要求するが、重原持っていく、後ろがポンテ、重原持つ、藤田に行く、上げる、そしてさあここからバレが行く、ああいうプレーもエリアなかったらヒヤッとしますけどね。いやー、こうした経過早くてね、気づきませんね、ミスできないですね、はい、井上から、さあここは石原からすぐにからもう一回石原には届かない、さあそしてここは長谷部からトゥーリー上がっていくぞ、行くぞ、ファール、2番の秋元のファールです、カードですか、今出ました ね、 ですね、秋元にイエローカードです。秋元のイエローカードは累積で3枚目ということになります。平川、ポンテ、ネネから、そして鈴木啓太が今もちろんの風流前ですからね、うん、ここに鈴木啓太が入っています。そして山田、こぼれてヤリアレックス、今もうすでにワシントンは中、今エリアの中入っていったよ、山田、ワシントン決まりませんか。そうですね、ここアレックスですね、はい、ピンポイントで狙いすまして、もうドンピシャですね、決めなきゃというタイミングでしょうか。ちょっと厚く当たりましたね、ヘディングね、はい、ワシントンはこのゲームが始まる前までは92本のシュート、そして22点、あのナウナウですが実は147本のシュートの22点ですから、パーセンテージ的にはワシントンが 24% の決定率、ナウナウベスは 15% なんです、ただまあフォワードも確かに打つことは大事ですし、はい、でも高い決定率ですね、高いですね、あの実はガナハが、フロンターレ今18点なんですが、50本のシュートですから、はい、この 36%、 これが一番やっぱり高いんですよね、50本のシュート、それで、ね、18点取ってますからね、だから決定率はやっぱりガナハは、ね、そう取ってるんですよ。ただまあそのフロンターレは今リードを奪われています。さあ時間は今24分から25分になろうとしています。ネネから山田、ポンテ、ここはアライール、そして鶴見、前出す、さあここには山崎がいます。165センチですが非常にスピーディーな選手です。まだ得点の動きはないのがこの埼玉スタジアムです。0対0、石から、いやでもこれバンフォーレの選手もなんか独特の雰囲気の中でプレーするんでしょうね、今ね、まあ、今年 J1 戦ってきて、だいぶ慣れたとは言うと、埼玉スタジアムが別格ですから、本当ですよ、チケットは当然完売ですからね。平川、内立が上がっていきます、山田、だからこの辺も今平川から出たボールを行くのは内立てなんですよね、まあ、少しね、はい、全体的に上げてもいいかなっていう気がしますけどね、ちょっとアレックスの背中になりました、
アレックスを見ます。ネネが上がっていきますが、アレックス持つ、アレックスから左にネネがいます。そして中に入ってワシントンがいます。ここは秋元、後ろから長谷部、あっとこれは嫌ですね。藤田、うん、藤田からもう一回開いた5番の井上、中に入れた平川、プレスをかける井上から今度は横に出して秋元、そして荒井、荒井がさあここは今度は甲府が行きます。重原出す、藤田がいる、山崎動いた、山崎にボールが行くか、ボールを出しました、スイケイトです、ね、トです。いやだから最初にはそのメンバー的にも、ね、図を使ってご紹介しましたが、やっぱりフォーメーションは全く、ね、当てにならないというフォーメーションですからね、かなり動いてますね、はい、今ですから重原でなくて23番山崎が中にいました。なのでね、はい、しっかりマンツーマンでついていくのと受け渡しをするのか、はい、これはっきりさせないとすぐスペースできてしまいますからね、さあここはコーナーキックです。ワンホール投球、ペイントに相手の動きを3号機に入れますが、秋元の頭、バレーフリーですよ。あそこでバレーやっぱりフリーになっちゃいますか。少しトゥーリョがね、ボールに引っ張られてしまいましたね。この中で最後まで一緒にいたと思ったんですが、うん、ちょうどトゥーリョが少しボールに寄ったところを頭を越えてしまったので、一点ね、ボールそらされた後っていうのはね、はい、読めないんで怖いですよね、90センチのバレー、今シーズン14点、まだ24歳です。バレーはためた大宮でもプレーしてるんですよね。そうですよね、それから比べてもね、本当に成長というか、負けましたよね。だって去年の本当柏戦ですよね、うん、1人6点ですからね、これはね信じられません。本当にすごかったですけどね、打ち合ってよく見ていました。平川、杉田がマークに来ますが、平川スピードあります、うん、そして自分で前へ行く、井上をかわす、速い、中入れる、ワシントン、ワシントン、ワシントンですが、木本行きました。平川のドリブルすごかったですね。今うまいですね、足に自信ありますから、一歩先にボールを出してしまってから追うというね、ポンテ、早いですね、井上も置いてくれましたもんね。そしてクロスも、ね、正確に、ただここは秋元いきました。トゥーリオ、トゥーリオから中へ出すが、これはちょっと無理ですね。さすがに甲府もね、切り替え早く、ラインも高く設定するんで ねこれレッド選手今3人出てましたもんね。秋元、上野さん、はい、大木監督の表情なんですけれども、先ほどから何度も笑顔が見られました。非常ににこやかな表情ですね、ということはある程度このゲームの、まあ、流れ、はい、うまくいっているというのはありますかね、まあ、もちろんそういうことでしょうね、それからですね、はい、前回の対戦では1対1の引き分けだったわけなんですが、サポーターやクラブのスタッフは列に引き分けたということで喜んでいたが、うん、大木監督は一人非常に悔しがっていたということで、もちろん勝ちたいという気持ちは非常に高いと思います、まあ、監督はそうでしょうね。前回の、ねゲームは、まあ、甲府非常に出来が良かったんでね、はい、確かに勝ちたかったという気持ちは分かりますね、まあ、この J1 リーグでは清水エスパルスでも、まあ、率いたという経験を持っています。まあ、監督は高校生、そして清水エスパルス、それからフロンターレは有志の監督に務めています、まあ、3シーズン目の大木監督です、まあ、3年目チームを作って上に上がって、欲はどん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 出てきますよね。当然ですが、当然ね、やる以上は一つでも上、はい、当然狙いますね、スローインは平川です。そしてポンテがあります。いや30分過ぎていますが、残りあと15分、福永さん、時間は過ぎていくんですが、0対0で、決して甲府も負けていませんから、はい、お互いにいいところが出てますよ ね、 ですね。特に両チームとも中盤のチェックというのは、ね、非常に早いしね、この辺もね、もうバツバツいきますよね、はい、平川と井上、最後は平川、井上のファウルになりました。まあ、前半これまで見てると、はい、そのプレスを回避して前線までつなげたチーム、チャンスになってますから、うん、長いボール逆へ持っていきます。山田がいます。こぼれボールはここは、石原でした。鶴見、石原、そしてここは山崎がいますが、一旦落とした。ここからもう一回石原から鶴見、そしてバレーがいます、バレーがいます、あっとトゥーリオファール、
注意をファウルになります。まあこれはしょうがないですね、はい、でも中盤のね甲府のテンポのいいボール回し、これにね後手後手になってしまうとね、いや福田さん言うようにテンポいいんですよ、はい、このダイレクトツータッチのボール回しで大きなサイドチェンジに入ったりするので、ね、こういうところですよ ね、これ全部ワンタッチですからね、はい、で肩と落とす全部ワンタッチなんです、うん、そして石からどうする狙う、うん、シュートになりました。いやだからああいう動きを見てもやっぱりボールポジションというパーセンテージは高くなりますし、はい、それが大木監督であればよしということですよね、うん、そうですよね、あとやっぱり2タッチが3タッチになるともう振られる、うん、やられるということですよからね、はい、そしてね、はい、パスの出しどころがなくドリブルに入った時に囲い込まれて奪われるっていうのが、うん、まあ、良くないパターンになるので、ね、このようにパスが早く回っている時は自分たちのリズムという感触があるでしょう、はい、アライブです。アライブも24歳、清水で2年、甲府5年目になりました。非常に身体力が高い選手ですが、まあ、もともとやっぱりサイドバックをやる選手なんですが、まあ、このところはこのセンターバックになっています。アレックス、ポンテ、ポンテ、鶴見が、あ、鶴見来ました。鶴見いい反応でしたね、非常に強いですね、はい、山岸、ここはネネ落とした。石から、あと、ここがちょっと危ないぞ、気をつけないといけない、はい、そして藤田、いいクロスを持っています。藤田、おっと引きボール、あー、トゥーリオです。ポンテ、一進一退のゲームになっています。山田、逆サイドワシントン、さあそしてここは勢いをつけるポンテが上がっていき、右サイドもトゥーリを手を挙げた、今トゥーリを手を挙げた、そしてワシントンの前か、ケイタ長い距離走りましたけど ね、最後のクロスでした、うん、だから今ケイタ前に来ましたよね、ラインはハスベなんですよね、うん、あのアグレッシブな攻撃的なイメージあるんですが、ハスベはしっかりラインに入っていました。中盤のバランスですよね、重原、ここ空いてますか、あら、そして井上からバレー手を挙げた、ターゲットはもちろん190バレー、ここは狙っていくのか、そのまんまボールが出ていきます。ロールキックに変わります。大木監督はようやくそのまた前の方に出てまいりましたが、テクニカルエリア、そして拍手を送ってますね、うん、指示を出すのかなと思ったんですが、今ちょっとねうなずいてもいたんで、うん、今の自分たちのやってるサッカーっていうことにね、いいぞと、はい、納得しているということですね、うん、だからまあ今失うものはないという意味では確かに甲府がチャレンジャーですからね、そういう気持ちがね、本当に脅威になるんですよ ね、まあ、もちろんあのギルカンデルといつもチャレンジということは言うんですが、ポンテ、ポンテ、ワシントン、おっPK？ カールはどっちですか？赤。あーっと、レッドカードは PK だ。秋元、イエローカードが1枚、そして先ほどもらっていますが2枚目のイエローカードはレッドカード、秋元が退場です、という今のプレーです。ここですか、横からね、思い切って体ぶつけていきましたけど、ボールがだいぶ先に行ってるんでね、はい、あ、確かに体対体としっかり止めに入ったということですよね、うん、秋元としてはボールに触る意思がそんなに感じられずにね、体をぶつけに行ったっていうところで、はい、まあ、得点機会の阻止ですよね、いやー、うん、こういう展開考えたらレッツ、あの千葉戦もそうでしたね、はい、千葉の結城がもう早い時間帯でいなくなったというね、うん、はい、なんかそれにも似たような感じなんですが、35分、秋元がいなくなりました。さあそして PK です。ワシントンが蹴ります。こういう形で1点が入るということになるわけなんですが、まあ、外すことはないですよね、イグランドね、ワシントンですからね、さあワシントンは今シーズンは4回の PK はいずれも決めています。 100% のこの PK です。シュートは止めた、阿部が止めました。ワシントン5回目の PK は止められました。ぴったりやってしまいましたね。
今のワシントンの動きものすごい大事に行ってませんか。ちょっとね迷いがあったのかなっていう感じもしますけど、思い切りもなかったですよね、はい、少しねこの PK の重大さっていう重要さ、これをね自分自身で意識しすぎたか、はい、ゴールスピードもね少しこれ完全にあったんですよね、これがどう影響するか。ただただその秋元がいなくなったのは確かです、うん、そうですね、ですから一番あビーチですか、もうですから秋元がいなくなったんで、これディフェンがいなくなったらやっぱり大木監督も辛いんですよね。ですからもうすぐに処置と山崎を下げるってことですね、うん、さあ下がります、速いボールだ、うん、おっとポスト強烈藤田、いや裏変えてきましたね、直行きました藤田、やっぱりいいキック持ってますね、それが高いですね、はい、ワシントンここはどうする、そして一旦下げる、ちょっと危ないところはない、いやー今もうすでにビジがスタンバイをしています、山田、平川右サイド、平川、うん、行く抜けた、平川入れる、クリア、まだある、ポンテ後ろから長谷部、長谷部、あーっと藤田、ちょっと重なってしまいましたが、藤田これもポンテポンテ体を寄せる、藤田、水啓太、平川、もう一回水啓太、そしてトゥーリオ、逆していたのがアレックス、その前あーっとオフサイド、これは明らかにオフサイド、そしてビジを投入、いやこれ見てください、これもう少し中だったらいくら山にしても届かないですよね、そうですね、今本当にポストに助けられましたね、本当ですね、まあこの大木監督の選手交代はもう早めにもう一回後ろをしっかり整えようということですからね、当然ですね、ですから山崎を下げました、ビジが入ってまいりました、ただまあ怖いのは10人の力の方が勝ることがありますからね、ワシントン、もう38分が過ぎています、山田、アレックス、ワシントン、ビジュだから、あのこの緊張感で0対0であれば緊張感ずっと続くんですが、レッズが1点先行したらかなりレッズの方がね、はい、2点目3点目という中そういうゲームになるかなと思うんですが、そうですね、この10人になったことでよりチームの意識が高まるのが裏にとってはちょっと嫌ですけどね、はい、それを崩せるかどうかです、平川フリーですね、手を挙げていましたが中にいました、平川に振ってみても面白いかなという ね、 そうですね、人数がやはり中央を固めますからね、サイドに大きな展開欲しいです、はい、バレーバレーバレー持っていく、狙うシュートという石から行ったんですが、うん、今でも追いつかないというバレーが行きました、井上行きます、そしてトゥーリオ、藤田がマークに行きますがトゥーリオ行きます、トゥーリオから、うん、これはちょっと合わないか、ちょっと合わなかったですね、はい、ワシントンの予備動作の状態をそのまま出るのかと思ってね、はい、トゥーリオを出してしまったんですが、まあ、このようなね、はい、ミスというか、前で失敗する分には全然構わないので、ね、中村健吾がフロンターレに来ました、1点を入れました、一時同点になってますね、今というか中村健吾もね、あの話題の一人ですからね、はい、乗ってますよね、まあ、ヨーロッパを見ればあのマニュー戦で、セルティックの中川俊輔がフリーキックで点を取ったんですが、うん、あの中村健吾も負けないですからね、山田、アライール、山田、これはどうだ、これはどうだ、おっ PK、 これも PK、アライール、山田、山田のスピードに対してアライールがやはり体を寄せて、そしてファウルを取られましたが、このプレー、このプレーどうですか、まあ、足は引っかかってますね、山田も動いてますよね、ここで足が出るで、うん、タイミングでも完全にやっぱり引っかかってますね、まあ、ボールは先に触ってるんでね、確かに非常に山田は、はい、あの辺りはね、昔から知ってますよね、クレバーですよね、うん、はい、しかしあの裏へ飛び出して自分がね
あの体を前に出したことで得た PK ですから、はい、まあ、この表情ですよね。これまたワシントン行くんですか。今ボールを持ってますが、持ってますね。まあ、代表ではトゥーリオが行きました。俺が蹴るといい感じだったんですが外しました。やっぱりこうチームの中ではやっぱり決め、シュートを打つ選手が決まっているわけですから、トゥーリオ俺が行くというわけにいかないですか、うん、まあ、キッカーは決まっていると思うんですけど、この一度失敗したものに対して、同じ試合の中で取り返せるチャンスがあれば、やはりぜひトライさせたいですよね。まあ、今度は狙うというよりも思い切っていくと思いますけどね。やければ取り返さないとワシントン自身がちょっと落ち込みますからね。そうですね、もう決めるしかありません。41分です、前半です。ワシントン阿部距離が11メートルあります。今度は同じワシントン、どうしたんだワシントン。全く同じでしたね。全く同じです。あるんですねこんなことが。ワシントンとしてはあの状態でキーパーの逆を取ることにね、自信があるんでしょうね。いやー、36分の後まさか5分後にもう1回悪夢が来るとは。これ全くこの阿部の読み、いやー、ポンテ、そして平川、さあチャンスだ、ベストチャンスだ、平川入れる、ワシントンか、その後ろ、さあアレックス、いいボールだ、あとビジュポンテ、あとこれはダメです。いやー、福永さん、はい、一つのゲームで PK2 度あって、その PK2 回とも阻止されるのは、めったにないことですよね。ないですね、本当に珍しいシーンですけど、少しね、こう気持ちが落ち込んでしまうようなことがあったら心配なんですがね、そこなんですよね。今、ポンテもね、その辺、まだこれからなんだってことで声をかけに行ってますけど。上野さん、はい、ブフバルト監督も非常に険しい表情を見せました。あ、そうでしょう。山田、あ、そのギド監督映ります。ギド監督だってね、信じられないでしょうね。ちょっとね、厳しいですけどね。ワシントン、まあ、そういえば以前といってもギド監督の現役時代なんですが、福永さんね、はい、アウェーのゲームだったんですが、はい、PK をもらったレッズがほとんどの選手が下を向いてしまっていたさあ誰が蹴るんだ、はい、みんなが下を向いているから俺が行くんだというギド監督が言って決めたというのがあったんですが、そういうなんか、ありましたね、シーズンもありましたよね。ありましたね、ちょうど僕その PK 奪った気がするんです、それは福永さんでしたかね。やはりね、先進、はい、力っていうのはね、もう投げ外れてましたから。だから雰囲気的に決してチームそのものが状況良くなかったんです、うん、その中で PK をなってさあ行こうというみんな待っていたんですが、意外と下を向いていたというですが、ギド監督が俺が行くんだということで行って決めたという、今ふっと思い出しましたが、あの時はね、確か出てる選手が大体23、4ぐらいがね、はい、多かったので、あ、なるほど、分かった、若かったチームだったんですよね。山田抜けた、山田からワシントン、少し大事に行こうって気持ちがね、そうなってくるんでしょうね、出てきてしまってますね。ロスタイム約1分、今時計が45分を過ぎました。約1分のロスタイム、レッズが2度の大きなチャンスがありました。 PK、 いずれもワシントンが阿部の前に阻止されました。0対0です。点は入っていません両チーム。今日が32節マストウィンゲーム、絶対に勝たなければいけないゲームです。藤田、そして井上、さあ時間はもうなくなっていますが、もちろん甲府にもチャンスがありました。お互いにチャンスがあるんですが、非常にタフなゲーム。さあここはバレーが狙っているバレーが追い、ケータ、うんうん、よく見てますね、ケータ、はい、平川、トゥーリオ、さあそしてアレックス持っていく、長谷部も上がった、そしてポンテか、ダメだ、と重原、サイドに大きな展開欲しいですけどね、なんか前という気持ちになってますね、ちょっと中央が多いですね。ポンテ、安田、長谷部からここはビジュ、なかなかうまくいかない。そして藤田、
井上、ここは多少時間をかけながらもう0対0でいいという気持ちもありますが、あ、そしてフェガダにいましたか、アライルもまた行ってますけどね、今止めましたがね、アライルかなり興奮状態です。それも今甲府の選手がそういう状況に入ってるんですよね。そうですね、いやだから今止めに入っていくバレーですが、うんうん、まあ、これ、ね、止めないとね、はい、そういう印象を持たれてもね、うん、いやそれぞれがなんかそういう思いが、まあ、確かにあるかは分かりませんが、さあ今日のこの32節の浦和レッズ、そしてヴァンフォーレ甲府、レッズは大きなチャンス2度あったんですが点になりません。前半を終了しました。前半は結局0対0、両チーム点は入っていません。いやしかしなんか前半終わったんですが0対0、はい、福永さん、はい、なんか疲れますね。いやちょっとなんか、まだね前半終わったばっかりなんですけど力抜けましたねやっぱり PK って難しいんですよね。まあ僕はあんまり得意じゃなかったんで、あ、入って当たり前ですもんね、うん、はい、ただサポーターどんな気持ちで見てますかね。ね、2本目はどうしても決めてほしかったっていう気持ちはね、うありますよ、しょうね、だからチャンスだって与えたわけですからね、考えたらね、うん、でもう一回行ってこいというね、はい、まあ、ワシントンはね、はい、もうこのあと45分、うん、この中で何が何でも結果を出さないとね。これ PK 次やったらどうする、うん、あの蹴らせたいところではありますけど、さあそのハイライトですがご紹介しましょう。いやすごいゲームです。ここから1本出すんです、うん、ディフェンスラインの裏というところがね、はい、うん、今日1つ、そしてワシントンの、はい、その意識がいったところをね、他の選手が出てくればという話をしたんですがね、まあ、この PK はね、あの普通、うん、そのどんな状況でもやっぱり左右どっかに体を寄せるというのがキーパーだと言われるんです、はい、だから真ん中でも本当入るんだとよく言いますが、なかなかやっぱりそういうことなんですよね。走り始めでね、キーパー真ん中いるので、なかなか蹴れないんですけどね、でここも1本、山田のスピードでしたよね、これね、アライル、これはまあうまかったですね、山田が、はい、同じ、これさっきの VTR じゃないですからね全く同じなんですけど、はい、本当にそれと見間違えるぐらいの、わあ、ギド監督、ね、うん、まあ、なんて言っていいのかね、まあ、後半に、はい、期待したいですさあそのレッズなんですがシュートの数が8本です。甲府も6本打っています。レフリーキック、コーナーキック、オフサイド、でここカードなんですが、まあ、秋元が2つもらいました。したがって、まあ、退場ということで、まあ、甲府はとにかく後半もじゃあ10人で戦うというとなるわけなんですが、今うわーというのが実は場内にそのガンバの途中経過1位というのが出ましたので、やっぱりみんなが当然ですが気にしてるんです、はい、ですからガンバ、そしてフロンターレで、このレッズ、まあ、この3強が、あのただ今日はもちろんないんですが、次節で決まる可能性もあるわけですからね、はい、まあ、そのためにもレッズは何としても今日もやっぱり勝っておきたいという、まあ、そんなゲームになっていきますが、いや本当にタフなゲーム前半終わっていますが、今日が第32節、まあ、今日含めて残りあと3試合になりましたが、レッズそしてヴァンフォーレ甲府の一戦です。前半は0対0、そしてこの後は後半を迎えます。さあここでその、まあ、高いでも当然気になってきますし、それからまあ上位3チーム今の時はどういう状況なのかという、もう一回確認をしておきたいと思うんですが、グランドレッツが20勝5分けの6敗ということで勝ち点が65になっています。ガンバ大阪19勝5分けの7敗です、まあ、ですが負け1つというところで、まあ、その勝ち点3という差がついています。一方のフロンターレは今61です。ですから残り3を考えても、まだもちろんこの3チーム、まあ、どうなっていくか全く分かりませんし、この得失点差というのもガンバが今プラス32、レッツが35ですが、これ3しか違いません。フロンターレも一発破壊力ありますから、この27というのは一気にこの3試合あればかなり積み重ねたらありますからね。可能性はね、十分あるんで ねだからまあ本当にどうなっていくか分かりませんが、さあその高い場になりますが、鹿島がリード、相手新潟、広島リード、相手が千葉です。そして FC 東京横浜一例で今 FC 東京のリード、清水川崎フロンターレが1対1の今同点でいっています。岩田がリード、相手は京都、名古屋セレッソ同点、
ガンバ福岡も 1-1 の同点です。で大宮あるいは大分ですが 1-0 で大分のリードですから、この三強は、まあ、ここまではいずれも、まあ、同点という格好で来ています。まあ、従って、この後はまた後半どう展開を見るか、まあ、見たいと思います。でそしてヴァンフォーレ、これから後半がスタートをします。フラーレッズそしてヴァンフォーレ甲府、さあ後半の45分のスタートはレッズのキックオフです。ワシントンから右サイドゴールを出ました。そしておっと早くも接触になりますが、いや激しいですね。激しいですよね。4時現在気温が13度4分、 47.7% の湿度です。さあワシントンです。ここはハスレの方、ハスレから中に入れる、そしてトゥーリオが逆サイドにいるがボールは流れてまだ出ていません。さあトゥーリオから、そしてアレックス、もう1回上げるか、アレックス激しいマークやっていますが、アレックス山田が求めて、山田からどうする、ポンプが右にいますが、山田持っていくのか、一旦広、うん、これでいいんですよね、落ち着いて平川、はい、平川から今長谷部、うん、長谷部が中に入れる、ゴール前にビジ、ビジのクリアになりました。いいですよ、はい、中央ね、ええ、これだけ人数いる中で無理に突破していくのではなく、時間をかけてでも、はい、しっかりとねいい状態作りたいですね、ええ、山田からクロスが入ってワシントン、入った後半の1分ワシントンが決めました。いやワシントンこの1点は23点目、今シーズンもおそらく忘れられないゴールになるでしょう。このね選手たちを祝福している姿で分かりますよね、とにかく PK を2つ止められました、そういった意味では何が何でもというこの気持ちがこのワシントンのこのヘリングシュートを見ました。そうですね、後半1分レッズが1点をリードです。クロスも良かったですね、もう山田のクロスはぴったりですね、これでワシントンも落ち着くでしょう、今シーズン23点目、まあ、いろんなこのゴールを決めてはきたんですが、おそらくこのゴールに関しては、はい、あの PK が2つ失敗だっただけに、やっぱり忘れられないゴールですよね、これね、やっぱり、ね、いつまでもね、はい、心に残るようなゴールですよ ね、さあそういった意味で福永さん、はい、この立ち上がり1分ですよね、この1点は持つ意味どんな意味になりますか。どうしても欲しかった先制点がね、できれば前半で欲しかったわけですけど、後半の頭に取れたということはこの後の試合展開非常に楽になりますね、甲府としてはなんとかね点を奪われないで時間をね、はい、まあ、長く過ぎることができればチャンスがあったんですけど、これで甲府出ざるを得ないですからね、こういうでゲームの展開というのは、まあ、もちろんこれ今ゲーム中ですから、他会場はどうなっていくかというのは、まあ、気にはしていない、ただ関係各所はそれを気にしている、はい、そうするとレッズが1点をリードした、うん、ガンバーフロントは今まだ同点だという、なんとかこうね会場の様子というのを伺い知ることができるかなという気がしますけどね、わー、雇ったよっていうことで ね、うん、まあ、周りはね、はい、まあ、すごい気にしているとは思いますね、ここはボーラルでスローになりました。長谷部が入れます。長谷部か山田が入れます。さあここはコンテいますか。コンテが入れるんですが、あ、アレックスですね、はい、今コンテがなんかこう必ず組んだような感じになりましたが、ワシントン、ビジュそして鶴見ですから、10人というその秋元の退場で一番少ないヴァンフォーレが1点をリードされました。どんどんやっぱり来るというとなるでしょうしね、来ざるを得ないですから、その時に浦和は何を考えるか、はい、でこれはコサンス、ポンテ、ワシントン動いた、ポンテが行く、ワシントン前に出ているのポンテ持っていく、でここで、うん、浦和出して平川からポンテ、失礼、ワシントン、ポンテ今中に入った、ここは、まあ、ちょっと押してしまったような状態になりました、ね、ワシントン、ビジュですが、ここはワシントンファウルになります。まあでもワシントン自身も本当にホッとしているはずです、うん、本当にね、はい、ハーフタイムの時の顔はね、うん、もうどうしちゃったのかっていうような感じしてましたね、まあ、はい、この1点本当本人にとってね飛び吹きですよ、それとあと甲府の選手なんですが、あの前半終了のホイッスルと同時に彼も不満を、うん、はい、
ぶちまけるような感じ表情ありました。あれをまた後半に持ち続けるとこれやっぱりまずいでしょうね。確かにね、少し引きずった感はありますね。はい、1対0レッツが1点リードしました。アレックス、ここはクリアボールです。上野さん、はい、ハーフタイム中のコメントが入ってきました、はいはい、まずレッツのブフバルト監督です。前半チャンスは作れているので後半は集中して得点を決めていこうということでした、はい、というカリーモンなんですが、まあもともと言ってるはずなんですが、うん、まあ、気持ちの集中、いわゆる気持ちの大事さ、はい、ということですね。そうですね、そしてやはり試合を決定づけるためには得点が必要ということで、はい、そこを強調して言ったんでしょうね、まあ、それが1分に入ったわけですから、はい、これは楽になりますよね、コンテ、山田、そしてアレックス、クロスがふわっと飛び中、そして取ってそこからスタートなんですが、あまりおっとワシントン、これピンチの中この状況だと福永さん、はい、経験から選手実感のところ声というのはどんなものですか。もう全然聞こえないですよ。やっぱり聞こえませんか、はい、本当にね、1メートル2メートル、このぐらいで大声を出して、ようやく聞こえるぐらいですから、そしてゴール前なんてやっぱりかなり集中しないと、はい、ね、本当に聞こえないですね。チューリー上がっています。上野さん、はい、対するヴァンフォーレの大木監督のコメントです、落ち着いてプレーしよう、頭はクールに、後半45分プレーの質量を 20% アップさせよう、月がある、集中して我慢していればチャンスがあるということです。その月があるというのは当然その PK を止めたところも含まれているんですが、はい、ただそういった気持ちで送り出した大木監督ですが、やっぱり失点これ1分ですからね、おっとバレーが来ました。まあ、それがまた気持ちの上でどういうふうな影響が出てくるかですよね。この1点でね、甲府がさらに吹っ切れて、まあ、前がかりになってくれれば、はい、しっかり守ればね、あの得点さらにこのように、ね、はい、裏取れますからね。山田コンテが中に入った、そして山田がどうする、狙う、おーっと持っていく、壊した、ワシントンがいるがクリアボール小さい、そして長谷部シュート、もう1回アレックス、ワシントン、その前のクリア、まだあります、うん、うわーっと吸い切れた、ハセベ、打てない、いやー打てない、ワシントン、アレックス、あー波状攻撃実らず、ここは大きなクリア、清水フロンターレ、これも立ち上がりも点が入っちゃったんですね。お互い取ってるんですね。47分藤本、48分谷口ですね。2対2同点です。フロンターレが同点です。だからフロンターレは先に 2-1 でリードされて同点ですからね、まあ、2位と3位のチーム、ガンバ、フロンターレが引き分けは非常に苦しくなるわけですから。さあ、そしてビジカットする、ポンテ、山田、大きな展開は平川、スイッケーター、平川上げる、ハイボール、ワシントン、マーと、そのスルーは後ろ何もいなかったんですね。ワシントンがね、早い段階で上げたクロスに対して1人の状況が多いので、はい、山田、ポンテがその、ね、前、後ろ、いいところにポジション取れるとね、はい、得点機会増えると思いますね。シエハラ、そしてここからアライルクが前線ヒーロー、しかしここはトゥーリオ、そして内田、右へ展開が開く、内田いいんですが、ワシントンのオフサイドですか。フラッグが上がってますね。ちょっと遅かったんで ね、オフサイドないのかと、ね、タイミングもなんかないのかなという、ギド監督も、違う、あれはオフサイド、違うという顔してますが、微妙なタイミングでした。アレックス、そして左へ持って長谷部から展開、大きな展開が、あの横へのスタイルで言ったら10人はやっぱり効いてくるんですよね、じわじわ効いてきますからね、
ボールをとにかく早く動かした方がいいですよ。はい、内田選手、そして長谷部、ネネ、おっとバレが来る、ちょっとこの辺しっかりしたいですね。鈴木、内田選手、慌てることはないですよね。慌てることないですね。平川、石川マークに来る、これをかわす、鈴木、本人でビジのマークに来ます。フランク最初の位置がね、なるほど、戻りをした、はいはい、出てましたから、戻ってボールをもらった位置はオフサイドではないんですが、ボールが出た瞬間はそのビジュよりも、甲府のゴール近くにいたと思います。しっかりボール回していれば、甲府の選手じれてね、少しずつ前に出てくるので、今みたいに下げてからの裏へっていうところが2列目飛び出せばね、完全に不利になれますからね。チームとして同じ意識を持ってそういうボールの動かし方っていうことをしたらチャンスは作れますね。から前線にボールが出されるが、ビジが行きました。ボールを打っています。そしてここは鈴木啓太、その後ろトゥービオ、アレックス、アレックス逆サイド、ポンテ、今中に入っているのはシンコ、トゥービオも入っていく。重原ここにいます。重原がもうほとんど前はないんですよね、だいぶね、守備に追われてるんで、裏としては助かってますね。怖さは半減してますからね、その重原が守備に行って、アレックスにはボールを渡さない。重原回していきますが、藤田にボールを出ます。この人は非常にクロスの精度高いんですが、おっと今バレが足を捉えました。ラッキーです。そして右サイド、石原、石原から山本上がっていきますが、石原持っていく、落とした藤田、藤田、山本、ミスキックだ。ここまでね、甲府も時間かけて作って、最後センタリングがね、あのような状態では、まずもったいないですよね。ですよね、ちょっと嫌な雰囲気ではあったんですが、ただやっぱりボールを回すという、これは徹底してきますから、まあ、それがなんか甲府の持ち味にも一つなっています。上野さん、ヴァンフォーレのメンバーについてなんですけれども、大木監督、前節の大分戦でスタメンを大幅に入れ替えたと、それがうまく機能したので今回もこの形で自信があると話しています。ただその中で津田だけが、まあ、停止ということで今日は出ていないんですが、ただそういった中でも結局はやっぱり秋元がいなくなったというのは大きいですよね。一人少ないというのはね、それぞれの選手抱える負担というのが、大きくなりますね。でそのメンバーを変えた、そしてそのポジションも、我々もというかバレーがワントップというイメージをずっと描いていたんですが、それはやっぱり左サイドのシャドウ気味になって、まあ、重原ワントップを置くような、ちょっとこうえっというような表情のものにはしたわけですよね、そしてね、秋元が退場になるまでは、大木監督の納得のゲーム展開でした。本当です。だからこそね、このゲームプランが何で崩れてしまうか、こういう退場で崩れてしまうというのがね、一番修正できないですね。超ジェジン1点取りましたね。清水3対2です。今このフロントアウトは勝ち点で4の差があります。ということは今日このままという形になれば7の差になるわけですから、その段階でフロントアレの優勝はなくなるわけですよね、そうですよね、ゼロになります、ね、これがなくなればあと2試合ですからね、ですから、まあ、今日今レッズがリード、フロントアレがリードされました。したがって今4の差がこれが7になると、フロンターレはその段階で今節をもって優勝戦線からは離脱という格好になってしまいます。またガンバですよね、どうなっているか、まあ、これ今投手機は出てこないですから、おそらくそのまま 1-1 でいってるんでしょうけどね。ただガンバも得点力という点ではマグノはもちろんいるんですが、やっぱりバンドの怪我って非常に大きいんですよね。大きいですね。それこそね、中盤に怪我人が出るのはしょうがないんですけど、中心選手、重要な選手がね、怪我をするということではね、まあ、その入れた前田がまあ今日は点を取ってるんですが、まあ、ただ、あの激しい争いなんで昨年はチャンピオンですけどね、ジャンパンももちろんね、そこ力は持っています。さあ、レッドのチャンスです。ポントのフリーキック、トゥーリを超えた、トゥーリを超える、ここはキーパーダメです。
番の優勝争いも非常に面白いんですが、ここは打ち立て出しました。 J2 の消化ガラスも非常に今真っ只中。おっと重原来てますが、キラクは来ました。あの草津神戸は結局 1-1 の引き分け、横浜 FC と徳島0対0引き分け、山形柏1-0で山形の勝ちです。これも勝ち点はまたね、はい、コロコロ勝ってくるような記録になっています。平川ねね、山田、アレックス、裏を狙って平川走る、平川入れた、ないですと、ワンタッチプレー、横へ出したんですがダメ、反応できない。ここはトゥーリョ後ろから、そしてスイケーター、コンテウィンチっている、今トゥーリョが入っていく、あっとビジです。藤田、重原、藤田、おっとビジですね、はい、そしてバレーから石原、石原からさ重原、これだとバレーに出る、うん、バレーに出た、バレー持っていく、なんかあの体勢で内田がマークに来ていましたが、しっかり中に入れて、あれ重原が入り込んでいきましたが、タイミング合うとちょっとまずいというプレーでした。バレーは本当にね、この体勢が悪い中でも積極的にシュートを狙ってくるんで、そしてパンチ力があるんでね、ちょっとこの体勢ではないだろうっていう予想をね、ディフェンスをしながらしてしまう場面もあるんですけど、最後の最後までしっかり集中していかないと危ない場面に、ね、なってもおかしくないですからね。入り込んでいった今、重原が押されたよ、 PK でしょというアピールをしてるんですが、まあ、埼玉スタジアムで裏に対してね、 PK を取るってことはなかなか難しいことですから、はい、さあ山本が上がっていく、もう一回狭いところです、山本、ここはファウルになりました、アレックスのファウル。さあそして重原が早いリスタート、あおっとこれ止まっちゃいけないですね、うん、石から、あ横へ出しました、井上からクロスが一歩入る、シュートは鶴見のシュートです。鶴見の体勢がね、あまり良くなかったので助かりましたけどね、はい、185センチあります。まあ鶴見という選手は宮崎高校ですから、まあ、地元の選手になりますが、まあ、甲府から清水あるいはセレッソでもプレーをしていた選手です。4シーズンぶりこの甲府への復帰になりますが、鶴見、上野さん、はい、バンフォーレ9番須藤選手が入るようです、はい、今スタンバイです。須藤、17番の鶴見選手に変わります。あ今打った鶴見ですか、ワシントンが倒れています。ワンボランチの選手を変えてフォワードを入れるということは、点をやっぱり、ね、取るという意識ですよね。そういうメッセージが込められてますよね、はい、今ビジュとの接触はワシントン、須藤は東京学園から東海大、神奈川の出身ですが、水戸から湘南、甲府4シーズン目という選手、これから入っていきます。ちょっとこういざこざになってきますが、まあ、ビジュが後ろから来た、肘を入れた、言い合っています。ビジはね、割とこう挑発的な、ね、はい、感じでやるんで、それに乗らないことですよね、はい、ただまあビジもね、札幌、京都、鳥栖で経験持っていますが、やっぱりいい選手なんでね、いい選手ですね、非常に運動量を持っています。さあそして今須藤が入ってきました、うん、まあ、今、うん、須藤重原に声をかけたところを見ると、はい、重原が一つ下がって、うんうん、自分が前に行くということでしょうね。なるほど。で須藤も183ですから、これ高さあるんですよね、はい、ですから、まあ、バレー、そしてこの須藤という、まあ、この辺が高さを持った選手ということになりますが、その9番の須藤です。ポストプレーができます。今ワシントンが外へ出ています。さあそして浦和レッズのフリーキックになります。後半19分が回っています。アレックス、ワシントンが今手を挙げていますが、
まだ入ってくれません。山田かわした、エリア中入った、山田打つシュート、うん、19分山田2点目、素晴らしい山田の個人プレー、見事なドリブルでしたね。いやーすごいすごい、これは大きな2点目になりました。まあ、ある意味ゲームを決定づけると言ってもいいくらいのこの初戦です、追加点、この2点差というのは本当に大きいですね。これもう1点見ましょう、ここから行くんですよね、これ2枚かわしました、そしてここでもう1枚藤田をかわします、そして打っていった、完璧なゴールインです。本当にね、完璧という言葉が似合いますね、いやすごいすごいすごい、でコースを見つけてすぐですからね、ディフェンスとしても守りようがないですよね。ギド監督のこのオーバーアクション、うん、前半があのような展開だっただけに、この2点というのはね、はい、まあ、前半の2点を取り返したようなものですから、本当にねこれは嬉しいでしょうね、はい、まあ、福永さんもずっとレッズ、その中でやっぱり山田岡野、この辺はねずっと試合出た選手ですが、うん、その一人山田が本当にこう今日が343試合目なんですが、見事なゴールイン、トータルこれキャリアで25点目になりました。やっぱりね、僕としても、今のシーン見るとね、今までの思い入れっていうのが、出てきてしまいますね。さあ、ここはしかし集中ですね。21分後半です。ここは後ろ、アライの仲間、藤田、ここは山本、そして井上がいます。井上から前へ出される須藤がいます。先ほど入った須藤、2枚に囲まれたがファールになりました。9番の須藤です。まあ、とにかくレッツもこのところ早い展開でいったんですが、ここは山口です。このところ3試合を見ても岩田、そして名古屋に負けてますからね、はい、まあ、そういったところやっぱり悪い流れを、まあ、切るためにも今日のゲーム大事です。井上、今シーズン裏の良さというところは、このね、あの安定した成績を出せているのは、負けた後の試合に必ず完封で勝ってるんですよね。それがこの前の試合の悪い流れを断ち切るという意味で非常に効果的な結果を出してますからね。引き継がないですよね、はい。上田さん、はい、選手の多くも前回の名古屋戦決して、まあ、内容は悪くなかったので、しっかりと切り替えていいと話していました、はい、だって相手3本しかシュート打ってないですからね、はい、その1点が決勝点だったわけですから。藤田からクロス1本、バレーの頭、そして山口です。まあ、それとこれ確かホーム今日勝てば21戦も負け出していくわけですよね、うん、まあ、これも当然記録になるんですが、長谷部から平川が入っていく、ハソルに出すエリアの中、落としてポンテ、ポンテから上げてワシントンの頭、うん、その後ろアレックスも入っていくが、ここは出しました。ワシントンはね、どうしても厳しくなって、潰れることが多いので、はい、その後ろにね、スッと入ってこれればいいんですけどね、はい、ちょうどこの後ろが、まあ、裏列の非常に声の一番大きなところなんですが、さあ、それをいいですね、に変えるかどうかというこのアレックス、ワシントン23分3点目、あ、この1点はこれでもうあの PK2 点が0点だったんですが、これでね2点取ったわけですから、もう十分ね前半の、ゲームは取り返したのではないでしょうか、ね、相手が10人、甲府、そしてレッズが11人、そして3対0、レッズの3点リード、この1点ワシントンのヘディングシュート叩きつけましたが、これはもう勝敗という点ではもう24分過ぎました、はい、まあ、ほぼ終了されたと言っていいような展開でしょうね、まあ、言ってもいいでしょうね、まあ、もちろんまだ何が起こるかわからないということなんでしょうが、うん、ただ今日のこの出来を見るとね、この後半、はい、2点差というのは、ね、何が起こるか分からない点差でもありますけど、どちらに点が入るかで大きく変わりますよね。それが3点目、ね、列ですから、うん、
う本当にね3点差というのは一つ目安になりますね、はい、バレーを走らせますがトゥーリオそして山岸得点もねもっと取れるのであれば、当然取りたいわけですけど、はい、やはりゼロで抑えると大事ですね。ここはキーパー阿部これですが得失も今38なんです、はい、で今ガンバが32だからもう6の差がついていますし、ガンバこれ情報まだ入らないということは 1-1 のまんまなんですよね、はい、このこれって先ほどのガンバがね、はい、あの大量得点というのも考えづらいですから、まあ、今できることって言ったら、はい、この得失点差のことも考えてさらなる得点ですよね、だから並んだとくることを考えれば、うん、もうどんどんやっぱり得点は、ね、取っていかなきゃいけないということになるわけですから、さあ右から藤田が行きます、中入れました、そしてシュートは、うんうん、おおバレーです、いやー助かりましたね、バレーのシュートは浮いてしまいました、うん、この後ねなんかちょっとどうするんだっていう、ね、ところで、うん、確かに難しい状況にはなりましたけど、山岸も今吐き出そうということだったんですが、うん、あの体勢でやっぱりああいう感じになっちゃいますもんね、うん、ちょっとドキッとする場面でした、バレーは悔しがっています、26分過ぎて3回で浦和レッズが3点をリード、レッツがリード、そしてフロンターレが今リードをされています、そしてガンバは同点です、ですがガンバが同点で終わればその差は4と広がります、ですから最終節を待たずに夏井の FC 東京戦が広本スタジアム、まあ、ここで決める可能性がかなり大になります、アレックス、アライル、アライル、アライル、キーパーに戻しました、年はとにかくあのガンバの優勝なんですが、まあ、最後の最後で競っていきました、そういった中でレッズとしてもちょっとこう悔しい思いをしました。上野さん、はい、レッズは細川選手と相馬選手が両方呼ばれています、なるほど、まあ、3対0を考えてそしてまあ選手交代は若い2人を入れますが、今そのレギュラーの中で心配されるのはあと残り今日含めて3、これが終わって2、怪我ですよね、はい、怪我とカードですよね、はい、ですよね、まあ、相馬に関してはおそらくアレックスと変わって、はい、まあ、イエロー3枚で、ね、アレックスが、まあ、この試合はもういいだろうということで、そうですね、まあ、怪我ですよね、皆さん、それからネネ選手が20日の練習で左膝を痛めて昨日練習を途中でやめていますので、はい、もしかしたらその影響があって細川選手呼ばれているかもしれません、その今左打って膝はテーピングしているんですが、ただ今日のプレーを見たらそんなにはね、はい、全然問題なんですよね、はい、ない感じしますけどね、はい、まあでも大事を取っても当然必要です、うん、はい、まあ、取れる点差で時間ですからね、うん、この試合の勝敗という意味ではね、はい、ある程度まあ計算できるようになっているので、あとは先を見た戦い方をしなければ、ね、いけないですね、あとフラッグです、まあ、やっぱり相馬にしても細貝にしてもやっぱり使いたい選手ですね、もちろんそうですよ、どんどん出てきてもらわなきゃいけない選手ですから、はい、まずは細貝選手が入るようです、なるほど、細貝が入っていきます、細貝選手リーグ戦では5月3日の千葉戦の途中出場以来ですね、ねえ、ですから今日が2試合目、おーっとバレー、なんか今ちょっと集中力という点では止まってましたね、うん、少しね、ボールウォッチャーになってしまってますね、はい、ねえねえ、結局やっぱり影響出てますか、先ほどネネ選手の方からベンチ側に、ちょっとマークがありましたので、変えてほしいということ、だから動きそのものはね、なんかそんな影響ないような動きだったんですが、まあ、時間とともにその辺の負担がちょっと大きくなっていったのか、でそのネネを下げて、そして3番の細貝投入です、
この細貝選手なんですけれども、先日行われた U21 の韓国戦、ボールに触る回数も多かったし、手応えがあったということで、なるほど、自信になったようですね。はい、という田島陽子リポーターですが、まあ、なかなかこういった選手はこのレギュラーがあまりにもすごいんで、チャンスがもらえないという状況なんですけどね、そういった中でそのアンダー21という大きな舞台を踏んできました。サンゼロスで勝っていますけど、細貝にとってはこの試合大きなチャンスになるんですよね。バレーですね、いいボールが入ってきました。そしてバレーのこのシュートになりますが、クリアしきれなかったで、重原からバレーです。重原とバレー、はい、そして藤田、この3人は、ね、特に要注意ですね。ネネは今自分で立ち上がって下がっていきます。ですが担架に運ばれる様子ではありません。まあ、ものすごい重症ではないでしょうね、この雰囲気もね、まあ 自分で歩いて登れるという状態は、まあ、大丈夫でしょう。はい、上野さん、はい、それから細貝選手なんですけれども、トゥーリョー選手からマークのつき方、ラインの上げ下げ、そしてトゥーリョー選手がヘディングに行った時のカバーなど、たくさんのアドバイスをもらっていました。なるほど、はい、まあ、そしてトゥーリョー自身もやっぱり自分とその細貝が組む時は当然こういうふうにあるわけですから、はい、やっぱりそれぞれのこう位置関係の確認とかいろいろあるわけですよね。日頃からのコミュニケーションですよね、はい、いつ何があってもいいように、うん、やっぱりしっかり備えておかなければいけませんよね、はい、レネが今下がっていきました。さあ、ここはフリーキックになります。藤田、重原、そして山本、まあ、藤田の右足でというイメージだと思うんですが、で重原が入っていきます。ちょっと距離があるんで、ね、山本ですか、グランダーで行きました、うん、という山本のシュートになりました。まあ、30メートルほどありましたからね、はい、そんなに慌てることはないですね、はい、31分が過ぎています。まもなく32分です。3対0レッズが3点リード。いや、だからこの報告の中でフロンターレあたりが、うん、これやっぱりどうなんですかね、知って戦うか知らないで戦うかですが、いや、もう、知る必要はないと思います、ね、というか負けたらそれで終わっちゃう、はい、もうしょうがないということだ、はい、なるほど、どちらにしてももう負けたら終わりだって自分たち分かってますから、はい、うん、上野さん、はい、レッツ今度は永井選手が呼ばれています。はい、重原、そして石から、石から上げて中に入っていく須藤がいる。落として藤田、もう一回藤田、藤田から須藤、ヒートとしてもう一回いったシュートになる。面白いですね、この辺ね、この中央でね、細かいことをやりますね、で赤い壁も、まあ、5、6人いたんですが、うん、で選手がいることでね、はい、だいぶ今ライン下がってますから、ーはーはーはー、チェックに誰が行くんだってことがはっきりしないことがよくあるんですよね。なるほどね、うん、枚数が多いとお前か俺か、うん、そういうことですね、うん、なのでね、その辺はしっかりと声を出してね、確認しないと、はい、ポンテ、ポンテから8000メバシントン、ワシントン、ワシントン、まだ持っているがポンテ、うん、ファールです。ハセベにしたらね、はい、自分のタイミングだったので、ね、そうなんですよ、今だから飛び込んでるのが絶対いいわけで、ハセベかなと思ったんですが、ワシントンの長い足、そのワシントンが倒れていますが、んー、ちょっと心配ですね、これタンクですね、ただ出身がタンクを要請しました。ワシントン倒れて今日2点取っていますが、でここは長井は平川ですね、そのまま右ということになるでしょうが、うん、ワシントンは大丈夫ですかね、まあ、タンカーを、ね、割とすぐ呼んだぐらいですから、平川、まあ、ここは長井、平川の交代となりますが、この間の人が細貝に指示を与えています。そしてここは長い、
エンゲルスコーチが今長井に指示を出しました。時間は今3時4分です。大きな今ワシントンが担架で運び出されています。まあ、もちろん今選手交代というのはまだカードありますから、ワシントンの状況によってはその後変えてしまうと思います。上野さん、はい、田中達也選手も準備しています。細川に入って今長井に入ってこれ2枚ですよね。ですからもう1枚だと思いますが、平川下がりました。石原からもう1回ビジネス、今手当て中です。右の足でしょうか、足首あたりちょっとこう冷やしていますが、藤田ワンフォーレ甲府がボールをキープ、そしてここから攻めていこうという形を作りたいんですが、ビジ藤田も動いている。右には重原、中には須藤とそしてマネが入っていますが、山本、重原、そして須藤が今動いたんですが、簡単に網に引っかかります。アライブ、そして山田、ビジ、あ、ワシントン行きましたね。ワシントンが今入っていきました。まあ、なんとか大丈夫です、そうですね。ここはファウルになります。さあ、そして35分が過ぎて36分、まあ、残りあと9分というこの時間帯です。3対0、確かにレッズはもう失点はしたくないですね。したくないですね、やはり1失点、まあ、仮に失点してゲームが終わるということになると、はい、少し嫌な、ね、気持ちが残った状態になりますから、イメージの問題ですけどね、はい、相手を0点に抑えたゲーム、今週14試合です。おっと、壁に捕まりました。藤田のキックです。井上前出しますが、石から反応できません。そして細貝、今日は2試合目、トータル5試合目、この J リーグです。確かになかなか割って入ることはできないんですが、こういう時だからこそちょっとアピールをね、かなりしておきたいという細貝です。山田、山田持っていく、ポンテ、ポンテ打つ、シュートだーと、ビジュが回り込む。ワシントンの前にはボールが行きませんでした。もう完全にね、数的優位の状態でしたけど、ポンテちょっとね、引っ越しませんでしたね、はい、ポンテ今シーズンは3点取っています。最初のトラップが少し流れてしまったんでね、はい、アレックス、アライユからここは藤田、中までつないでマネーがいます。しかしまた取ったのは鈴木、右へ出す、ここは長井です。長井がドリブルを見せるか、そのドリブルの期待なんです。さあ、クロスが、クロスが入る、そしてワシントンが待っている、ワシントンの頭のその後ろ、山田、山田、アレックスが回り込んでいった、山田からアレックス、アレックス、ここは時間を取ります。いけないと思ったら慌てる必要ないですもんね。もちろんですよ、ボールを大事にした方がいいです、はい、ポンテ、ボールポゼッション、これをボール持っている限りは全く心配ありません。そしてトゥーリオ、もう一回右に長井です。井上がマークに来ますが、長井が井上を壊す、長井、長井、井上がしぶとくマークですが、で最後はライブ、まあ、いいですよ、トライ し,、はいね、してるわけですから。内立て、おお、リード広がってますね。清水、川崎フロンターレ4対2、清水のリードです。長井、長井からクロス、ここは山本、あそこ一山越えたいところですね、はい。清水も4位キープできるかどうかってあるわけでね、はい、あの岩田が5位で、これ静岡勢が4位5位と非常に競ってるんですよね、うん、だから清水も負けられない、まあ、その気持ちがフロンターレ戦出ています。4対2、清水のリードですから、レッズがおそらくこれも間違いなく勝つでしょう、はい、そうなったらフロンターレが、まあ、その段階でも終わりってことになりそうですよね、うん、4対2だとね、うん、逆へ持っていきますが、アレックス、山田、山田からクロスはトゥーリオ、トゥーリオ落としてワシントン、阿部が行きました、
長井も入っていったんですが、取っています、ね、長井ね、はい、なんか入っていったんですけどね、あのワシントンの後ろ側ですね、はい、ここはファール、スイッチのファールです。ここは前すぎます。石原、藤田、バレー動いた。しかし右へ出して重原、ポンテがマークに来ます。重原、石原も動いたが、重原からもう一回下げました。さあそしてバットオフサイド、山本から出たボールはバレーのオフサイドになります。あの一発が怖いですからね、うん、時計は40分過ぎています。残りあと5分です。3対0、浦和レッズの3点リード。となりますが、相馬が今スタンバイしています。重原が移ります。山田が対応して、そしてワシントンにつなげるか。ワシントンが落とす。ここでポンテが持つ。ポンテから一旦下げて山田、アレックスが左に行った。山田からそのアレックス、逆サイド長井もフリーで待っていますが、クロスが入ってワシントンの頭、シュートはもうバーのわずかに上です。あれをね、はい、持っていくわけですから、ワシントンは本当に外れてますよね。ワシントンは19節の新潟戦で3対1の勝ち、ハットトリックでした。今シーズンはハットトリック1回、今日は2点取っています。アレックスを下げました。そして相馬が入っていきます。まあ、ですがアレックスは技術はもう完璧に OK ですね、はいはい、残り時間少ないですけど、長井と相馬両サイドが、ね、はい、新しく入っているわけですから、うん、どんどん使っていきたいです、はい、その相馬上がっていきます。その相馬にボールを出しますが、うん、相馬でポンテも入っていった。ポンテのいいボールだった。ビジがいる。ポンテからしたシュートー、では反応しました。決定的です。ダイレクトパスでうまいことつないで、プロシュートのインシュート、あれ反応しましたね、うん、さあコーナーキックです。42分、残りあと3分、残りあと3分です。さあそしてコーナーキックになりました。低いボール、須藤、まだある。長谷部から出る。ここはビジのクリア。もう一回長谷部、そして繋いでいきますが、ポンテ、ポンテエリア中シュート打っていきます、うん、ポンテのシュートです。ポンテもね、はい、得点が欲しいところでしょうね、今大西がスタンバイはバンフォール甲府です。5番の井上に変えて出てきそうな、はい、しかし時間はもう43分になります。スライで、そしてフィータニアボールへ、から膝でクリア、井上行きます。そして重原、甲府まだ点がありません。3対0、レッツの3点リード。藤田、アークとファールだ。ここはファールになりました。山田、そして藤田、そしてここで井上が下がります。24番の大西がこれから入ってきます。43分が過ぎています。時間はもうなくなっています。とにかく秋元が1枚少なくなった、まあ、その段階で非常に厳しくなった前半の35分、バンフォール甲府、まあ、なんとか前半は0対0に乗り切ったんですが、まあ、後半の立ち上がり1分のワシントン、これもやはり効きました。その後2点追加、3対0です。ここは横へ出す。そして上げた、シュート、バレーの頭です。あとのフリー1分です。44分が過ぎました。これね、みんなボール見てしまってますよね。もう残り時間少ないですからね、集中して相手より前でカットするという気持ちです、
今得点が64点、失点26、得点この得失点差が38まで伸びています。しかし手元にはまだそのガンバーリードしたという情報もないわけですから、うん、ひょっとしてこれ勝ち点がまた広がる可能性があるわけですね。高いですね、まあ、ガンバが引き分けに終われば勝ち点で5の差が広がります。わーっとシュート、うん、これもクロスバー決定的でした。須藤のシュート、いやーまた助かりましたね。助かりましたね。今のはもう本当に決定的でした。ここも打っていきます、うん、少し落ち着けた方がいいですね、はい、ロスタイム約4分取ります。うん、これうまくね、わお、体を逆から入れられたんで、須藤としては決めなきゃいけないという、まあ、そういった状況だから、これが入る羽根でやっぱりレッツサイドがればやっぱ大きいんでね。大きいですよ本当に。3-1と3-0ではまた全然違ってきます。ロスタイム4分、もう勝利は間違いありません。浦和レッズ勝利が近づいてきました。勝てば68までこの勝ち点は伸びていきます。ガンバが引き分ければ63です。勝ち点は5と広がります。下がって実質にも優勝が決まるということになります。山本、まあ、そしてレッズは本日は連敗がないですからね、うん、これも非常に強いんです。負けた後の試合では必ず完封勝ちというね、はい、それが守られるだろうか、はい、バレー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 持っていく角度がなくなる、そのままボールが出ていきました。ゴールキックに変わります。いいカバーしましたね、はい。ロスタイムの目安は4分です。今46分30秒過ぎています。気持ちの集中です。このまま3対0で終わらなければいけないこのレッズです。マストンゲーム、そのウィンという意味ではもう間違いありません。フロンターレがリードをされています。ガンバ同点です。レッズだけが今リードを奪っています。この第32節今日が終わればあと残り2試合でこの J1 リーグ2006シーズン終わりますが、次節にも優勝をしようというそういった状況になってまいりました。ワシントン、うん、アライドです。そして藤田、アライド、藤田、その前の重原、重原から、あ、うん、うまくいっておりますね、はい、相馬、相馬、相馬、かわす、横へ出してポンテシュート。まあ、イメージ通りだったんですけどね、少し浮きました、はい。うん、ただ相馬の動きですよ今ね、はい、どんどん自分で仕掛けてほしいですね、はい、その16番相馬、48になろうとしています。ロスタイム約4分、目安は4分、その、まあ、ロスタイムあと1分になります。鈴木、長谷部、そして相馬、相馬入れる、ちょっと長いか、長い長い、うん、しっかりコーナーを取りました。ただでは終わりません。コーナーキックになります。3対0福岡ガンバ、福岡ガンバ1-1、そして清水フロンターレ4-2、清水のリード、山田シュート、ワシントン、まあ今日は3時スタートは一斉開催、まあ、したがって終わり時刻もほとんど同じということになりますから、うん、はい、浦和レッズがヴァンフォーレ甲府相手に3対0で勝っています。勝ち点がプラスされました。これで21勝目5分の6敗は勝ち点68と伸びています。ワシントン、山田、ワシントン、
3対0で見事に甲府を破っています。この完封勝ちは非常に大きいんです。そしてこのホームゲーム21戦負けなし、まあ、今シーズンもこのホームはこれで14勝2分けの負けなしは44の勝ち点、今日の3点で36点で失点わずかに5、まあ、これがホームの力になります。本当にね、浦和の強さというものをね、ホームでは見せてくれますね、いやおそらく前半はちょっとね、うん、いろんなことがありました、はい、で PK2 つを阻止されるというちょっとムード的にも嫌なところがあったんですが、ただまあ前半からもうすでに秋元がいなかったというね35分、うん、まあ、そういう優位さは当然あったわけですもんね、はい、それをね後半の、はい、1分、1分ですよね、この早い時間帯で前半の流れを払拭できた、はい、これが大きかったですね。そうですよね、だからあの1点で、まあ、ワシントンの気持ちも多少吹っ切れたということだと思うんですよね、本当にね、あのまんま引きずって、後半も時間が経っていけばいくほどね、自分にプレッシャーかかるところでしたね、今日はヒーロー山田でしょうかね、山田のこの得点も見事な得点でした。あの自分で持っていくチャンスを作って打ったわけですから、はい、まあ、素晴らしい得点になったんですが、はい、あの積極的に、ね、仕掛けていく姿、はい、これ山田は、ね、あそこでパスを探しているときはあんまり良くないんですけど、あれ、うん、これ始まってるんですよね、これ音出てないですよね、あれちょっとなんか聞きたいんですが、うん、ワシントンの1点目、できればいいかなと思いました。あの後半の場面ですが、自らアシストの先制点があって、そしてあの得点の場面、どんなイメージ持ったんですか？いや、もう前半でもね、なかなかチャンス生かせなかったんで、なんとか入れてやろうという気持ちで行きました。長年レッズでプレーしてきた山田選手、この優勝に向かっていく瞬間、今どのようにかみしめてプレーしてますか？いや、もうとにかく一試合一試合本当に、大事な試合なんで勝たなきゃいけないんで、一生懸命やってますけど。ありがとうございました。ということで、ちょっと聞き取れない部分があったんですが、その山田は今そのサポーターの方に向かっていきます。いや、しかし福永さん、はい、だんだんとその、ま、優勝というのも見えてくるかなという大きな印象ですよね。本当ですよね、さあそのシーンご紹介しましょう。得点シーンです。まずこれが1点目、前半の1分でした。この山田からのボールも ね絶妙なボールです。これでやっぱりちょっと安心しますよね、あれだけやっぱりちょっと嫌な雰囲気ありましたからね、はい。で今度は山田の個人プレー、はい、どうですか？このねステップ素晴らしいです、長戦のことがあるんでね、あの山田は本当に積極的な部分というのが、はい、この試合多かったですよね、これである程度2対0という、相手が10人、いけるかなという雰囲気が出てきました、はい、そしてこの3点目ダメ押しですね、はい。まあ、ここで勝利はもちろん確信という形に変わったと思うんですが、これでまあ3対0、まあ、最後もしっかり完封で勝ったという状況です。